まつらいわしは本末行ってへん聞きましたよ社長<え>この間家族サービスで何や3時間かけてわざわざ温泉行ったのに、うん、臨時休業やったらしいじゃないですか <laughs> わざわざ行って <laughs> <う>日帰りのキャンプ行こう思ったら道迷って思ってなんか違う折口降りてすごい険悪な雰囲気になってれなんか近くないかな思ったらなんかな幻の名イトっだって,ってえーすごい美人になれる幻の名イトよでこれちょっと母ちゃん機嫌よくなって行ってみたら臨時休業やったやん <laughs> 最悪地獄やったわあの一日 <laughs> ついてなさすぎますよそれ <laughs> いやそんなやったらねはいはいせっかくやったらうちのポッポにちょっと占いしてもらったらいいんじゃないですか占いってえポッポ占いできるのそうなんですよ<え>私占いやってるんです占ってもらえるの今年のわしのかはい。だってめっちゃ当たりますからねマジではい。なんとドキドキ純情ガールズのポッポは占い師という別の顔がそこで社長の今年の運勢を占ってもらうことに それではポッポ先生お願いします先生、はい、どうもこんにちは占い師綾姫ですあなたの運命をフォーチュン鑑定よ無産くせ無産 <laughs> く,くさいわこれ占い師の時は綾姫という名前で活動するポッポ早速。 タロットカードで仕事運から占ってもらいますうん、うん、この仕事を頑張らなければあの家族は離れていくんじゃないかって心配ってあったりすると思うんですけど <laughs> そそんんな心配しててるんですすか仕事ははい、それは常々思っま自分の中の芯っていうものを大事にしていきましょうっていうのが全体的に出てる仕事運ですね、はいはい、なので、はい、そんなことは起こらないです。 ありがとう <laughs> 仕事に対する心配事が解消された三國社長続いては上半期下半期の運勢についてこっちが上半期下半期で見たんですけど、はいはい、25611が 2, 5, 6, あの特にいい時なので、はい、6月とかってご家族の誕生日とか誰かあったりしますか僕です<ー>息子と じゃあそこあの家族に関していいことがっていうのが出てるんで、鈴、はい、鈴鹿鹿ササーーキキッットト月に行くのももいいいかもしれなつ <laughs> 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 組社長、何やら、鈴鹿サーキットに思い出したくない過去が鈴鹿サーキットで何かあったんですか社長 <laughs> いやちょ、10年ほど前ね、いざワンデーそのね、鈴鹿サーキット遊園地使う日になって、8年ぶりの大雪が来てね、<laughs> その日、緊急救援したんですよ。えー <laughs> えー 鈴鹿サーキットまで行って2 5ルの温水プールしか入らなかったんですよリベンジしましょう6月に行くか鈴鹿 <laughs> 今年の光国社長の運勢を占う綾姫ことドキドキ純情ガールズのポッポ社長の下半期の運勢について何やらかなり危険な月もあるそうで9月ですっごい喧嘩するかもしれないんで奥さんかな 仕事に関してじゃあ嫌やろ仕事のことでその次の月10月でめっちゃ真面目になるっていうカーが出てるので奥さんに怒られてめっちゃ真面目になるんですよ <laughs> 9月何があったんだ何すんねんお前 <laughs> <laughs> 社長9月の行動にはくれぐれもお気を付けください三国社長他にも占ってほしいことが あとね僕ちょっともう四十今年八になるんですけど、うん、健康が不安で至るとこ痛いんですよ健康分、はい、気になります、ね、気になりますちょっとやめていきましょうはい。健<康><日>なんかピリピリするんです足とかピリピリする、はい、い病院行った方がいいんじゃないですか <laughs> <laughs> 占いじゃなくて病院行きましょうよ <laughs> なるほど、それが何でかというより改善方法みたいな感じの方がいいですかね。改っていうの多分分かっってますよね。きっとね。健康に関してもあお腹出てるとかも言ってましたけど多分あの単純に体重を落とした方がいいかなみたいな感じのことだったりとか。まあまあそれ確かにそうした方がいいっていうのは分かりますけども。 タロットカードってそらそうやろっていうこともよく出るんですよ。さすがにそんなに痛いんやったらもう自分のちゃんとやらなあかんと分かっている健康法やりましょうか。はい。<laughs> すごい小さな声で。<laughs> <laughs> 社長軽めのウォーキングから始めていきましょう。ありがとうございます。<laughs> はい。結果を受けていかがですか。裏返<や>してもらって。いやもうほんまになんかすごく見つかれ見つかされたような。 はい、あた当たりまくりです。でそう、これが。綾姫のフォーチューン鑑定よ。これが三歳、これ。<laughs> これが、これがだ、ね、よ。なかった、ね。これせんか解だよね。うん、恐るべし、綾姫のフォーチューン鑑定。最後は、社長恒例の一発ギャグですが。のぞみから、ある提案が。せっかくなんで、占いで。 タロット引いてもらってどんなギャグしたらいいかみたいな見てもらうっていうのはどうですか？そんなもいけるんですか？見てみましょう。例えば三つポンポンポン。あ、三つ。それを受けて。はい。やるみたいな、ね。そうしましょうじゃあ。はい、テンポだからねこういうのって。はい。はい、占い師綾姫が導く社長の爆笑ギャグに必要な三つのキーワードとは。馬、ネズミ、お姫様。 この三つです <laughs> いきます社長馬鼠お姫様、うん、<laughs> すごく腰が重い馬鼠 <laughs> いい波動よいいわどんどん上昇しているオーラが出ているわ ひしひしと感じるの。いいフォーチューンよ。ああ。運気のゲージが上がりまくる。ああ、超えたわ。超えた。ネズミ、お姫様。馬、ネズミ、お姫様。馬、ネズミ、お姫様。今年から反復横跳びは。このスタイルでやります。なん、のこっちゃねえ。